さん、かわいい髪型、あ、見てください、ハーフツインです。ぴょーん、あはは、こんばんは。公園でした、公園でしたよ。いいね、ありがとう。後ろ見せて、どんな？何？団子ありがとうございます。何この団子、団子もらった。タワーなの？ありがとうございます。ヒッキーさん、団子ありが団子ありが団子です。なんかね、なんか公園のね、公園終わって家帰って、でなんかご飯食べたんですよ。ご飯食べて、誕生日なので記念に撮って、あ、おめでとう、ちょっと書きますありがとうございます。公園終わってね、家帰ってご飯食べて、で歯磨きしようと思って洗面台に、さっきね、もうね、3つ、さっきだの3分前ぐらいに立ったんですよ、洗面台に。そしたらもう自分が服を裏返しに着てて、いつから裏返しに着てたか自分全然知らないんですけど、いつ裏返しに着たんだろうと思って、ありがとうございます。いつからだろう。でもね、今も裏返しに着てるんですけど、あの結構可愛いんですよ。なんか見てください、これ裏返しなんですけど、なんか裏返しもなんかこういうデザインみたいじゃない、なんか意外と可愛いなと思って、なんかすごい、私これなんか分かんなくないですか。だからなんかなんか普通に表裏逆に着て、なおさんなんかあのちょっと3分前ぐらいに気づいて、なんか可愛いなと思って、なんか意外と表裏逆でもリバーシブルや。そう、なんかこれ本当はこの部分が黒なんですよ、この、で文字が白なんですけど、そう、猫団子描こう。なんか刺繍が結構かわいい。かわいくない？かわいっしょ。ありよりのあり？やったー。まあ、リバーシブルとかあるもんね。タグは？確かにこれタグ出とるわなんかここよくても、そっか、まあ、切れば大丈夫。タグはさっきタグ見えてた。タグが、タグは切ったら大丈夫。今日意外と可愛いなと思ってね。そう、なんかいつから裏返しに来てたんだろう、気づかなかったや。でもね、リハーサルの時はそのあれだよ、表に来てたから、衣装
終わった後に着替えた時なのかな。いやでもいつなんだろうね、わかんないけど大変です、大変ですわ。まあわかりません、最近気づきました。意外といいってことで、エディオンホールね、あのね、なんか瀬戸マイクを思い出しましたね。瀬戸マイクの時によくエディオンホールでやってたなと。そうまたなんかね、このね、このなんかあの何ですか、意味わからんアカウントブロックします。あなたブロックします。ポチ広いの狭いの、なんか横幅縦は割と狭い、狭いっていうかその奥行きはそんなになくて、横幅があの長いです。客席と距離、え、めっちゃ近いよ。近いです、近いです。なんかね、でも、すごく、なんか、ファンの方とライブを作り上げてる感があって、結構、なんだろう、久しぶりにエディオンホールでやったんですけど、すごい楽しかったですね。目が、こう、あったっていう感覚がお互いに、あるとはい、じゃじゃーん、ヒッキーさんありがとうございます、おめでとうございます。じゃーん、書きました、団子、そう、ここお茶書いた、嬉しいです、ありがとう、ありがとう、三兄弟。ありがとうございます。めちゃめちゃいいですね、とても良かったです。なんか久しぶりな感じ、あれ私窓開けてんのかな、なんか変な音するよ、ビューみたいな。え、めっちゃ汗かいた、熱々です、熱々でした。なんかね、公演終わった後もめちゃめちゃ暑くて、好きなんで、隙間風吹いてるわ私の家。今日は何か、今日はカルピス、カルピスです、ありがとう、たい焼き、うん、公演楽しかった、久しぶり、次は 28です、28にあります、公演そしてあのフーさんの卒業コンサートが決まったんですよ、8月8日です、8月8日に
ふうさんの卒業コンサートが決まってですね、神戸であるんですけど、そう卒婚もう決まりましたね。なんかあの昼公演がマイカの公演で、夜公演が普通に STU の公演です。88ぜひチェックしてください。私も出ると思う。いや分からんなんかあのでも絶対出ると思う。 99% 出たい。多分出れるはず。残りの 1% はちょっと本当に分からん。分かりません。うーん、でもなんか卒業公演とかはあったんですけど、卒業コンサートってなかなか STU 今までなかったので、そう見に来てください。ねえ、ふうさん、最後に。電源を振ってた今自分の今日なんか遠い目してるんだよね。なんか自分投資してます。投資ができます。何見てるの？未来。未来を見てるよ。あの投資？投資です。未来見てる。ありがとうございます。何体いますか？え、私ですか？私分裂するの？私細胞分裂します。将来は9人になります。9人
野球しよう。野球って9人だよね。9人で何するか、野球します。9人で。帰ったらさ、全然別の話なんですけど、帰ったらさ、姉が爆睡してたんですよ。ベッドとかじゃなくて普通にソファーで爆睡してて、で私の家にこうリビングにこうご飯とか食べるとこの机があって、その机の近くにソファーがあるんですよね。でソファーで爆睡してたんですよ。でなんか普通に帰ってきて、ただいまって言っても起きなくて、あ寝てるわみたいな思って、でご飯食べようって思ってご飯を食べてたんですけど、なんか姉のご飯の食器みたいなのが残ってて、まだ机の上に、でなんか意味わからんくらい一口だけ、なんかおかずも一口だけ、普通にご飯も一口だけ、なんか全部一口ずつ残してあって、ねえ、え何これと思って、なんで全部食べてないやろと思ってで、なんか私がえ何これみたいなの言ってたんですよ。そしたら目がバッて起きて、ただいまで起きなかったのにバッて、その私がブツブツ言ってるのに対して起きて、それ食べるけん置いとってって怒られてなんか意味のわからん一口残しで食べるけん置いとってめっちゃ怒られて、はいみたいなご飯食べながら力尽きた、うん、残してるらしい一口ずつ、意味わからんけど食べきったらいいのに、なんで残しとんじゃろうって思って、ち意味わからんって思ってえ結局食べたかどうか、いや結局まだ寝てるよ、寝てるし、ご飯も一口残ってるいつ起きて食べるんだろう、うん、でもなんか一口まだ残ったままだけど、食べるから置いといてって言われてまだ寝てますよ。仕事から帰ってきてもうめっちゃもう倒れるように寝てるね。何言っても起きないから、姉貴疲れてる。そう、なんかだから私いつも言うんですよ、また寝落ちしてまた朝お風呂に入ることになるよって言うんですよ。本当になんかこの間朝起きた時になんか寝落ちして朝お風呂入って、そう予言通りになりましたっていう報告をされて、57分ありがとうございます。未来、そう未来私投資できるんで見えてますよ。姉の未来も見えてます。この間お風呂上がりにさ、すごい格好で料理作っててさ、お弁当用意しててさ、本当になんかすごい格好で料理しててさ、ちょっと
お風呂上がりの。なんかすごい格好、すごい格好でした。お風呂上がりの、風呂上がりって感じの格好でした。すごい格好で料理してて、ショールームで言っていいって言ったら、好きにしろって怒られてもう好きにしろ。よく姉にそういろいろ言いに行きます。もらいの手はくれないよくれないよ。まあね、疲れますよね。今日木曜日やん。金曜日、明日金曜日や。許可取ります。もう全部許可取ります。え、それショールーム出ていい？それショールーム出ていい？全部聞きます。口癖だわ。あと50秒。え、待って45秒。皆さん今日も一日お疲れ様です。明日も頑張りましょう。いろいろありますが、本当に世の中大変ですが、理不尽なこともたくさんですが、大丈夫です。自分の道を貫いて頑張ってください。私はそんなあなたを応援しています。おやすみなさいませ。